202なんですけど、再開橋を渡りました。どうもですね、ここ佐世保市になってるんですね。ということは、あの再開橋を渡ったら佐世保市になったんかもしれない。きっとそうだなって感じてます。佐世保市から再開市に行く橋が再開橋、それを渡ってこっち来て佐世保市。あとですね、さっき再開橋渡って、で、何ですか、大村湾の東側を南の方に行くんですよ、一旦ね、大村まで。で、今ぐるーっとね、少し遠回りしてるの。ただね、有料の橋を渡れば、大きな橋を渡ればね、もっと近道して行けるんですね。ただね、カーナビを設定する頃ね、風が強かったりして、まあ、この後もどうなるかわからんから、風強かったら嫌だなって言ってね、その100円か200円の安い有料なんですよ。だから風なかったら、おお、いい景色だって言って行ってもいかったんだけどね、今日ね、その前にね、風の強い時一回橋渡ってね、いやいやいや、風強かったら嫌だなと思ってね、この多少ちょっとね、遠回りだけど橋ない方がいいなって言ってこっち来ました。だから橋ないと、橋ない、あの集落ないってちょっとなんか寂しいなってとこ走ってます。それと木はね、ちょっとめんどくさい。